昭和61年、1986年、石川さゆりは津軽海峡冬景色と並ぶ大ヒット曲を世に出すこととなりました。レコード大賞で金賞を受賞した天城越えでした。これは当時演歌の入門曲と言われ、演歌を知らない若い世代でさえもこの歌は知っているとか、カラオケソングの女王と言われ、若い女の子からおばさま方、果ては芸達者なサラリーマンまでが歌ったカラオケ大会のカラオケ大ヒット曲なのであります。ではなぜそんなに人気があるかというと、それは石川さゆりの歌う時のド迫力、パフォーマンスのインパクトの強さと言われています。あの般若のような表情、最後の山が燃えるという時のあの情念というか怨念というか、あの顔と舞台が真っ赤になるところにしびれるらしいのであります。しかし歌は難しい、素人には無理でも挑戦するのがまた楽しいのだそうであります。大変難しいこの曲を藤野恵美さんが女の激しい情念を歌い込みます。天城越え。